皆さんこんにちは。報道機関の皆様方におかれましては、お忙しい中にお集まりいただきましてありがとうございます。本日の発表事項はお配りしております次第書のとおり3件でございます。はじめに8月30日に召集いたします、令和6年第5回日向市議会定例会に提出する議案の概要について説明をいたします。第5回定例会においては、人事案件5件、条例6件、事件決議3件、令和6年度補正予算2件の合計16件を提案することとしております。資料1-1、記者発表説明資料の1ページをご覧ください。まず条例についてであります。条例については6件を提案する予定でありますが、主なものについて説明をいたします。まず3番の日向市文化交流センター条例等の整備に関する条例については、公の施設の指定管理者職員の働き方改革および施設の効率的な活用を目的に、日向市文化交流センター等の開館時間を変更することについて所要の改正を行うものであります。次に5番、日向市総合支所設置条例の一部を改正する条例につきましては、統合総合支所の移転に伴い、統合総合支所の位置について改正するものであります。次に事件決議についてであります。事件決議については3件を提案する予定ですが、主なものについて説明をいたします。1番の広瀬宇都木辺地に係る総合整備計画の変更については、当該辺地において林道工事費の一部変更を行うため、法律の定めるところにより、広瀬宇都木辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を変更するものであります。次に令和6年度9月補正予算についてです。説明資料が変わります。資料 1-2、 令和6年度補正予算9月補正概要説明書の1ページをご覧ください。補正額は一般会計が1,9,580,000円の増額、特別会計が5,9,239,000円の増額となっております。主な内容を申し上げますと、資料は3ページになります。まず総務費の交流施設整備調査研究事業についてでありますが、新たな交流拠点施設として検討を進めている図書館等に関する市民ニーズ調査などを行う経費を計上するものであります。次に民生費の重点経済対策物価高騰対応重点支援給付金支給事業についてでは、本事業は国が行う定額減税にかかる差額を支給するもので、6月補正予算にて所要額を計上したところでありますが、今回国が示した給付見込み額に基づき増額補正を行うものであります。次に農林水産業費の再造林率向上強化対策事業については、森林所有者の負担軽減や作業員の収入の引き上げのため、県と連携し下借りにかかる補助金のかさ上げを行うものであります。次に商工費です。デジタルノマドワーケーション実証事業については、ワーケーションのさらなるブランディングを図るため、観光庁の事業を活用しモニターツアーの実施やシンポジウム等を開催するものであります。次に観光振興事業については、クルーズ客船の寄港見込みに伴う細島港船舶寄港受け入れ補助金の増額を行うとともに、日本財団の事業を活用し観光資源や文化財としての細島灯台の
利活用事業に取り組むものであります。次に教育費の学校 ICT 環境整備事業、小中学校については児童生徒のタブレット更新に向けて小中学校のネットワークや通信状況の調査等を行うものであります。最後に介護保険事業特別会計、保険事業勘定については令和5年度の実績に伴う交付金の受け入れ超過額の返還を行うものであります。補正予算の説明は以上となりますが、その他各事業の概要については後ほど資料をご覧ください。次に発表事項2、ヒューヒューがマッチング単価交流会の開催についてであります。説明資料が変わります。資料2をご覧ください。市では令和3年度から郷土の歌人和歌山牧水と短歌という文化に着目し、本市の魅力を短歌で発信するヒューヒューがヒュー短歌プロモーションに取り組んでまいりました。当事業はコロナ禍の影響によって非接触型の生活様式へと変わったことをきっかけに、 SNS を通じて本市の文化や魅力を発信する観光プロモーションとして開始したものであり、人との交流や観光動向についても回復傾向にある現状を受け、今回をファイナルとしたところであります。ヒューヒューがマッチング単価ファイナルでは、これまで実施してきたマッチング単価企画に週替わりお題単価や新たな賞などを追加し、6月14日から7月12日までの間、特設サイトにて単価を募集してまいりました。期間中818種の本価と本価に対する1076種の変化、合わせて総数1894種の投稿がありました。今回も歌人の増野光一様、天野慶様をアドバイザリーとしてご協力いただき、本価および変化の中からベストカップル賞や市民とマッチ賞などを選出いたしました。この記者会見後にウェブサイト上で発表をいたします。また今回受賞された市外の12名の皆様を9月14日土曜日から15日日曜日の2日間、和歌山牧水記念文学館などで開催する表彰式や牧水公園でのマッチング単価交流会にご招待をさせていただきます。なおヒューヒューがマッチング単価ファイナルの受賞作品一覧、当日の交流会スケジュールなどの詳細については別紙の通りであります。次に発表事項3、物価高騰対策プレミアム付き商品券発行事業についてです。資料3をご覧ください。4月の記者会見ですでにお知らせした通りでございますが、市では来週の8月29日木曜日から第6弾日向市プレミアム付き商品券の販売を開始いたします。ご承知の通り、食料品をはじめとする生活必需品や生産資材、燃料などの値上げが続いております。一方で和牛のように消費者の買い控えが進んでいる商品は消費量が減少し、全国的にも余剰在庫の発生により価格が低迷してきており、生産者の経営を圧迫しております。さらに8月8日に日向灘で発生した地震により、初めて発表された南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意の影響により、市内の宿泊施設や飲食店では宴会や宿泊のキャンセルがお盆期間も含めて多数発生しており、経営への打撃を受けている状況と伺っております。そのような中、今回プレミアム付き商品券が利用できる店舗数は過去最多の
463店舗となっております。プレミアム付き商品券は地域経済の活性化を図ることを目的として発行しておりますので、物価やエネルギー価格の高騰、さらに先日の地震発生に伴う影響を受けている事業者や店舗において積極的にご利用いただければ幸いであります。次に抽選結果についてであります。12,031 世帯から47,397冊の申し込みがありました。申し込み数が発行冊数を超えておりましたことから、申し込みをされた方全員に購入していただけるよう購入冊子の抽選を行いました。その結果、購入希望冊数が4冊の世帯のうち、購入冊数が3冊となった世帯が2397世帯となっております。次に商品券の販売についてでありますが、8月29日木曜日から9月1日の日曜日までの4日間は日向市文化交流センター、9月2日月曜日は日向市漁業協同組合、9月9日月曜日は海の駅細島、9月3日火曜日から9月15日日曜日までの13日間は町の駅富高、道の駅日向、道の駅東郷で販売を行います。プレミアム付き商品券の利用期間は、商品券を購入した日から令和6年12月31日火曜日までとなっております。重ねて申し上げますが、プレミアム付き商品券は地域経済の活性化を図ることを目的として発行しております。購入はがきが届いた方は期限内に購入していただき、お使い忘れのないよう有効にご利用いただき、地域経済の活性化にご協力いただければ幸いでございます。発表事項は以上となります。よろしくお願いいたします。